どうも、フリーマンことアースガーです。今回ですね、コラボ問題とお困りの勢力のつながり、解決策を提示するその4です。オチとしては、戦後の闇が暴かれるかもしれないというところなんです。今回の動画をご覧いただく前に、概要欄の動画をご覧いただくと理解が深まるので、ぜひよろしくお願いいたします。前回はコラボ問題の根本原因として、超絶緩い NPO 法や一般社団法などのせいで、1998年からコラボ問題が起きる仕組みができていた話をしました。今回はその続きで、大東亜戦争前からコラボ問題の下地ができていた話をします。実はコラボ問題のルーツを調べていて、当初自分が仮説として立てていたのは、大東亜戦争後からコラボ問題の下地ができていただったんです。ところが調べ物をしていたら、大正時代からコラボ問題につながる流れは始まっていたことが分かりました。こうなると、当初の仮説を捨てて、大正時代からコラボ問題の下地ができていたという前提で話をしないといけなくなります。時計の針は、近代の女性の労働福祉に関する議論が起きた大正時代の1910年代にまで遡ります。当時はいわゆる共産主義、社会主義の盛り上がりとともに、女性解放運動の動きも起きていた時代でした。1918年、大正7年頃にこの女性解放運動が始まっており、働く女性と子育てについての議論、母性保護論争が複数の女性運動家の間で繰り広げられました。当初は歌人、作家、思想家の与謝野晶子と、作家、思想家、評論家でフェミニスト、女性解放運動家の平塚雷鳥の2人で議論が始まり、その後に評論家、婦人問題研究家の山川喜久恵と、女性運動家、母子福祉活動家、思想家、教育者の山田和歌が加わり、1年にわたる議論となりました。平塚は、国家は母親を保護し、妊娠、出産、育児期の女性は国家によって保護されるべきと唱え、与謝野はそれを否定し、婦人は男性にも国家にも寄りかかるべきではないと主張。山川は、平塚、与謝野の双方を部分的に認めつつも批判し、保護か経済的自立かの対立に差別のない社会でしか婦人の解放はありえないと社会主義の立場から主張。そこに山田が両妻兼母的な立場で議論に参加し、独立という言葉に惑わされず、専業主婦もお金はもらっていないが家庭内で働いているのだから誇りを持つべきと主張。この議論に山田の夫で社会学者の山田柿知覧も加わり、新聞でも取り上げられました。この議論を繰り広げた4人は、今のコラボ問題につながりそうな活動をしていて、平塚はもともと女性解放運動に関心があり、女子英学塾を卒業後に、日本で最初の女性のための文芸誌、政党を1911年、明治44年に立ち上げ、与謝野は詩を寄せ、1916年、大正5年まで発行していました。その間の1912年、明治45年に読売新聞が、新しい女の連載を開始、第1回に与謝野のパリ行きを取り上げ、見送りに平塚がいたことを報道しています。この時期に平塚は美術学校に通う奥村博士と出会い、事実婚、夫婦別姓で同居、母性保護論争以降の1919年、大正8年に雷鳥は新婦人協会を立ち上げ、女性の政治参加、労働運動を取り締まるための法律である治安警察法第5条である女性の政治参加禁止の修正などを訴えました。大東亜戦争後は共産党の信奉者として活動し、婦人運動とともに反戦平和運動を推進、1953年に平和憲法を守るための護憲派女性組織日本婦人連合会を結成し、初代会長に就任。日本婦人連合会は政協とも協力関係を持っていました。1960年には日米安保条約の破棄を訴え、1962年には新日本婦人の会を結成。晩年の1970年前後には日米安保破棄やベトナム戦争反対を訴えていました。ちなみに新日本婦人の会は今も存在していて、共産党の影響下で護憲、反自衛隊、
慰安婦問題をメインに活動しています。山田は平塚と行動を共にすることが多くて、もともとは夫である柿地からスウェーデンの社会思想家エレン・ケーの母性主義の思想を学び、平塚の雑誌である政党にエレン・ケーなどの翻訳を載せていました。また先ほど触れた新婦人協会の設立時に評議員の一人として参加、1934年5月には母性保護法制定促進婦人連盟が結成されると初代委員長に就任。3年後の1937年には母子保護法が公布され、それ以降は困窮した母子を支える施設運営や、1957年に売春防止法の施行により若い女性の保護更生事業などをしていました。ただし大東亜戦争中は日本やドイツのナチズムなどの来賛をしています。山川については母性保護論争の3年前の1915年から当時の社会活動家の講演会に参加し、社会主義を学んだ後、1916年に夫で社会主義運動家の山川仁と結婚しています。夫の仁は1906年に日本社会党に入党し、1921年にロシア革命を受けて東京に日本共産党準備会コミンテル日本支部準備会を発足。その翌年の1922年に共産党はコミンテル日本支部として正式に承認されました。大東亜戦争後も仁は1951年に発足された社会主義協会で代表を務め、非武装中立論を説いていましたが、日本が復興する間のみの非武装で、将来的にはソ連の脅威に備えて武装すべきと述べていました。山川の話に戻すと、1921年に日本で最初の社会主義婦人団体である赤欄会を結成、1923年にはマルクス主義女性論の古典であるベーベル婦人論を初刊訳し普及。1925から27年にかけ展開された労働政党婦人綱領評議会婦人部論争に加わり、女性運動の理論の進化に貢献。大東亜戦争後の1947年には日本社会党に入党し、社会党内閣である片山内閣の下で当時新設された後の厚労省につながる労働省の初代婦人少年局長に就任し、女性年少労働者の保護行政の基礎固めをしました。退任後も婦人問題に関する運動を展開しています。この流れだけでも興味深いんですが、ここにアメリカの日本占領軍である GHQ の動きが加わって現在のコラボ問題につながります。概要欄に貼った自分の動画で GHQ は1週間程度のやっつけ仕事で、各国の憲法をコピペして今の日本国憲法を作り、地域で支え合う福祉システムである隣組を解体したことで戦後の日本の横のつながりが断たれた話をしましたが、先ほど触れた山川が初代局長に就任した労働省婦人少年局も GHQ の肝入りの組織なんです。これは1920年にアメリカで設置された労働省婦人局という制度が日本に移植された事例であるとともに、女性解放政策の象徴的なものでした。婦人局はいわゆる女性の個人の権利を主張するフェミニストとは対立関係にあり、すでに職場にいる女性を保護し、多くの女性が働くことなく妻や母になれる社会を目指す政策をとっていました。これをベースに当時の社会党婦人部と GHQ が連絡を取って婦人少年局が作られていたんです。そこから GHQ は余計なことをしていて、1945年10月に思想犯の釈放や実質的なスパイ防止法である治安維持法や思想犯保護観察法などを廃止しています。これによってお困りの方たちを取り締まることができずに、日本のさまざまな業界が大変なことになっています。こういった経緯があるので、大東亜戦争後に女性関連でもコラボ問題につながりそうな流れがあったんですが、それがより顕著になったのは1970年代以降です。1972年にここまで話した GHQ の流れを受けて、男女の均等な機会待遇の
改善や女性の健康の確保などのための法律である勤労婦人福祉法が成立施行されましたが、それを全面的に改正する男女雇用機会均等法が1985年に制定されたんです。この法律の作成に中核として関わったのが当時の労働省婦人局長だった赤松良子氏です。赤松氏は1953年に労働省婦人少年局に配属され、出産育児で男性官僚と比較して出世が遅かったんですが、1979年に国連日本政府代表部公使に任命され、女子差別撤廃条約に賛成の投票を行いました。この条約に署名したことで日本は国内法整備が課題となり、1982年に赤松氏は労働省婦人少年局長に就任し、男女雇用機会均等法の立案に当たりました。その翌年に労働省の組織改編で初代婦人局長となり、男女雇用機会均等法が1985年に制定された流れになります。その後赤松氏はウルガイ大使を経て女性職業財団会長、国際女性の地位協会会長、文教女子大学教授、文教学院大学大学院教授、朝日新聞を外部から監視するオンブズマンなどの職を務めました。そして1993年には非自民党政権の細川内閣の文部大臣に就任。文部大臣退任後の2008年にはネットではいろいろな意味で評判が悪い、あの日本ユニセフの会長に就任したんです。ちなみに日本ユニセフは国連のユニセフニューヨーク本部とは別組織で全くつながりはありません。また赤松氏は政治分野における男女共同参画を実現するために議席数や候補者数のうちの一定割合を女性に割り当てる制度であるクオータ制を推進する会、Q の会の代表でもあります。さらに赤松氏はネットではコラボ問題でラスボス扱いされている村木厚子氏ともつながっています。村木氏は労働省厚生省が統合された後の2008年に厚労省の雇用均等児童家庭局長に就任しましたが、その翌年の2009年6月に不正に郵便料金を安くしダイレクトメールを発送させたとして大阪地検により逮捕。この際に赤松氏は無実の村木厚子さんの解放を求めますとの声明を発表。この後に村木氏の部下が有罪となり、村木氏は無罪で厚労省に復帰。2013年に村木氏は厚労省の官僚トップの事務次官に就任し、2016年に WBPC の一角である若草プロジェクトを立ち上げ、代表呼びかけ人になっています。このように歴史を遡ると見事に一本のラインでつながっていくので、コラボ問題に関連する出来事はまだまだ掘り起こされていくと自分は予想しています。そうなるとこの状況に対する改善策として何が必要なのかというところになります。ここまでが4本目ですが、5本目はコラボ問題の解決策に関する話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。